ロングビル博の紋章、ジャンド・デュノワは、百年戦争期のフランスの貴族、軍人。フランス王シャルル6世の弟のオルレアン公、ルイド・バロワと、愛人、マルグリット・ダンギアンの息子。イボアニに、オルレアン公、シャルル・ド・バロワ、アングレーム・博ジャンド・ルレアンがいる。デュノワ博、ロングビル博、パルトネーの領主。また、諸子であったため、部別的な意味は含まれていないが、 しばしば、オルレアンの死生児と呼ばれる。オルレアンロン家の子祖。1407年に、父が、ブルゴーニュコージャ山一世に暗殺され、オルレアン行為を継いだ、イボアニシャルルも1415年のアジャンクールの戦いで、イングランド軍の捕虜となった。身寄りがない中で宮廷に引き取られ、一切年下の、重廷である王太子シャルルと一緒に育てられた。 オジシャルル6世の地位性で、デュノアクは、フランスの内乱にアルマニャック派として参加し、1418年に、ブルゴーニュ派に捕らえられた。2年後の1420年に解放された後は、イングランドとの戦闘に、従事、1421年のボージェの戦いでライルと、共に、イングランド軍を打ち破り、騎士女君を授けられた。1427年ライルと行動を共にして、 モンタルジを包囲したイングランド軍の囲みを解くことにも成功している。1428年10月からオルレアン攻略の総司令官となりライルとジャンポトンド・ザントライユラと共にオルレアンへ入場、包囲したイングランド軍と対峙した。戦闘は長引き、1429年2月12日にイングランド補給部隊を叩こうとして逆に敗北する場面もあったが、 4月29日に、オルレアンに入場したジャンヌ・ダルクと共に、イングランド側の砦を落とし、5月に、オルレアンの包位を取り除いた。デュノア・ハクはこの戦い以降、ジャンヌと行動を共にし、アラン・ソン・公、ジャン・ニセイアンドレド、ラバル、ジルドレ、アルティールドリッシュモン大元帥と合流、6月18日のパテイの戦いで、イングランド軍を撃破。 ジャンヌが死ぬまでその下で戦い続けた。ジャンヌの処刑後は、立志問大減衰に従い、1432年にシャルトルをダッシュ、1436年にパリをイングランドから解放した。1439年にシャルル7世が、軍政改革と貴族への課税など中央、集権化政策を発表すると一転して、反抗、翌1440年にアランソンコ ブルボン公シャルル一世らと共に、王太子類を擁立して、反乱を起こしたが、立志問題減衰に鎮圧されると元通り、シャルル七世に仕えた。以後も重要任務を与えられ、対立強行フェリックス五世の対抗相を務め、1449年に一軍を率いて、ノルマンディの大半を征服ルアンを、陥落、1450年に反撃した、イングランド軍を、 リッシモン大元帥がフォルミニーの戦いで蹴散らすと合流してノルマンディを完全閉廷した。1451年にボルドを含むギュエンル占領も果たし、イングランドのギュエンル奪回も1453年のカスティオンの戦いで挫折、100年戦争は終結を迎えた。100年戦争終結後はかつての戦友であるアランソン公を逮捕。 主君シャルル7世紀の死後に、ルイ11世として即位した王太子に不満を抱き、1465年に公益同盟に参加したが、ルイ11世と和解して、オルレアン・ロン家の地位を認められた。1468年に66歳で死去、長男フランソワが、デュノワ白衣を相続した。1422年4月に、ブールジュで、マリー・ルベと結婚。子供はいない。 1439年10月26日、マリーガルクールと二度目の結婚。彼女はパルトネーの領主権を持っていた。二人の子供を設けた。ありがとうございます。